やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、もうバチクソ寝起きっす。もうバチバチに寝起きで、もうボサボサ、ボサボサなんですけど、バカみたいにボサボサなんですけど、とりあえず、撮っていこうかな、思います。行きましょう、よっしゃいってことで、今日も行きたいと思います。ってことで、トロフィー、今日の動画、ドンと。なんだっけ、6947まで行ったんですよ。あと2勝で、なんだっけ、7000。で、俺、今期の目標は、7000行ってから1勝すること。もう7000目標の人がめちゃくちゃ多いんで、7000行ったら多分、なんだろう、7010あたりでめちゃくちゃその固まって、グローバルの順位がそんな、いや、絶対、200以内に入るんですけど、そんな多分100何位とかになっちゃうと思うんですよね。今季7000だったら。なんで、そこで一生重ねることによって、周りと差をつけることができる。大事っすね。ということで、6900到達したんで、俺は今シーズンはこのペッカでいきます。ピッカでいきます。ピッカで。ってことで、ピッカなんですけど、まあね、リプレイを解説していきたいと思います。今日はね、初めてこの負けリプをね、解説していこうと思うので、よろしくお願いします。という感じで、とりあえずはじゃあ何を見ようか。とりあえず、第三重視とかから見ようか。第三重視あったよね。全部三重視シリーズが、三重視がね、割と多いんですよね。そう。なんでね、どうしっかな、何を見たいかないって、ここら辺、ラバとか言っとくか。ラバ言っとくか、これやな。とりあえず、ババ小屋。ババ小屋、なんだろう、ホバみたいなデッキあるじゃないですか。よく、ほんと最近ちょっと増えてて、最近増えてるっていうか、めちゃくちゃ多いわけじゃないんですけど、なんだろう、前シーズンこんなデッキなかったんで、なんだろうね。増えてるっすね。誰かが作ったんだか知らんけど、もう、土着層外役デッキですね、本当に。で、ここはゴースト出していって、マジャーチャ。マジャーチャも、今も、橋の、なんだろう、一番前、なんだっけ、ババ小屋から、こうやって4マス開けたところに出したら、ババ小屋をこうやって貫くことができるんですよ、橋の一番前から。ただ相手がメガゴとか握ってた場合に2シュパされて、ゴーストも2シュパされて、すぐね、もうカウンター、アド取られてカウンターぶっぱされちゃうんで、なので、ね、そんなちょっとで、ね、ババ小屋を削るためだけに、まあやっぱカウンター取られるのはもったいないんで、安定に、やっぱ最初は後ろからですね。で、ゴーストとかも、やっぱりもう今の時代って、マジャーチャーが、なんだろう、入ってるんですよ、大体のデッキに。なんで、こうやって角に出してあげて、マジャーチャーにちゃんと貫かれないようにするっていうのも大事ですね。で、ここはエリないって踏んで、カウンターのロイホグですね。で、相手も、ほら、案の定エリなかったんで、まあ、攻撃は成功という感じで、ここなんですよ。俺が迷ったのが、逆サイにマジャーチャーを置いて、なんだろう、アウトローまで縛いてから、アドートローか、それか、なんだっけ、タルババで、防衛したら、でも逆のね、アウトローを守るエリがなくなっちゃうんじゃないかみたいな。タルババで一応そのゴーストは完封できるんですけど、エリがなくなっちゃうんじゃないかって迷って、結局、タルババ使ってから、後ろの攻撃ごとマジャチャ貫きゃええやんって。ここでね、俺、ここで解決したんですよ。なんで、ここで速攻でタルババに握り替えて、転がすんですけど、判断が遅れて、GG と。うわー、ちょっと惜しかったですね。で、ここはマジャチャちゃんとした位置に出して、攻撃ごと3発で貫いていくと。これがね、やっぱマジャーチャー長く使ってるとこの動きができるんで結構あれですね。ただ、本当はこのゴースト2発バチクソ痛くて、絶対許容したくなかったんですよね。だから、あえてマジャーチャーじゃなくて、ゴーストにしたんですけど、あ、ゴーストじゃない、タルババにしたんですけど、こんな食らうぐらいなら逆サイマジャーチャーでよかったですね、正直。で、ここはケツペッカー。もうすぐ1分になるタイミングがあるのと、手札にゴーストがあって、なんだろう、ロイフグが来ても守れる。そんな手札だったんで、こうやって、多少ダメージは食らうけど、で、これマジャーチャー絶対来ると思ってタルババ構えてたでしょ？オッケーオッケー。
でここで多少ダメージは食らうけど、今こうやってアドこの状態で、3アドぐらいと、まあ、相手の橋前マジの人がちょっとヌーブだったんで、それ含めたら今エリがトントンぐらいなんですよ。なんですけど、こっちはペッカとゴーストとエレキがいる状態でトントンってことは、そういうことなんです。もうケツペッカをして相手の攻撃を防いで、ゴリゴリ持っていく。このケツペッカが一番大事ですね、ペッカ。ペッカでは。他のカードで適当に立ち回ることは、やっぱ、なんだろう、ある程度なら誰でもできるんですけど、そのペッカを、だから絶対に、なんだろう、相手のウェポンカードを、だから、そのなんだろう、ロイフォグとか、が絶対もうこれはゴレとかゴレ使いとかジャイ使いの思考なんですけど、相手のロイフグ使い切ったから今絶対相手が攻めるカードないからっつってケツペッカするパターンと、今みたいに相手がロイフグを持ってるけど、それを守れる手札だからゴーストとかね、ネクストエリキいて守れる手札だからケツペッカしてロイフグ、案の定ロイフグ来るけど、まあある程度ダメージ許容しつつ守るみたいな、そういうのが大事ですね。でこうザッピーをセパしてどっちにもね稼いできるようにしていき、このロイフグをねぶん投げていくと。でここはもうアドをバチクソ取ってて相手が守れるカードがないって知ってたんで、ここですね、よいしょ、で相手を守れないと踏んでこう来る、ここ守るですね、ここは守りたい、非常に守りたい。でここで呪文を打たせることによってまたアドが取れるんですよ。でここでアドを取っていき、こうやってね攻め立てることができると、ここでだいぶダメージ稼げますからね。でここでマジアチャで貫いていき、はいおしゃれおしゃれ、はいおしゃれ GG という感じで、割とそのなんですか、やっぱ相手の嫌がることを常に考えて、こういうねやっぱケツペッカってジャイとかゴレみたいにそのため攻撃をできるんですよね。後ろから当たり前ですけど、後ろからゴレ出したら声にめちゃくちゃユニットつけられて結構ゴリ寄せるじゃないですか。それと同じ理論ですね、本当に大事っす。で、はい。どうしようかな、このゴレ。遅延ゴレのね、割と負けるんですよね。ペッカとゴレといえど、アイスイーズがポイズンで死ななくて、今、タルババ流行ってるじゃないですか。なんで、アイスイーズが4コスの呪文じゃ倒しきれないんですよ。それでアイスイーズと墓石とベビドラとか永遠に残って、光栄全部取れ潰されてっていうのがあるんで、とりあえずどうしようかな、どっち見ようかな。最後は負けリプ、あ、じゃあ、とりあえず、あれ見るか。負けリプ見よう。鼻がかいな。ここで、そうですね、結構渋かった。ここは初手が悪いわけじゃないんで、俺の単純な、あれですね、最後の防衛をちょっとミスって、全部持ってかれちゃったんで、これも、俺が伝えたいことは、なんでこの負けリプを紹介するかっていうと、先に1本取られるんですよ、この戦いは。なんですけど、そっから、ケツペッカで逆サイを無視しつつ、1本折り切るっていうのを見せたいので、そこでいきます。負けリプも解説していきます。この時点でアドが半端じゃないことになってる。ここなんですよね、俺がペッカ出してもよかったかもしれないですね、もしかしたら。それか相手が穴掘り持ってるってもう知ってたんで、なんだろう、エレキ出してちゃんとタルバウとか転がしてあげて、ね、ゴースト回ってくるんでやってあげれば、ここで俺確かもう全部持ってかれた気がした。この世の全てを持ってかれた。ここでペッカ出してもよかったかもしれないですね、普通に。ゴマジャチ出しちゃって、出すならこれもうちゃんと逆サイに出して、今みたいにそのなんだろう、ガゴムレに殴り殺されない位置に出してあげないといけなかったですね、正直。ここでもう全めちゃくちゃ持ってかれて、ガン内ですよね、もう。で、多分相手アイゴレ持ってるから、アイゴレで逆サイ釣られてギャングやられるんだろうなと思いながら、ゴースト先行させてからのロイフグ。やられたよね。俺だってこう防衛するもんと思いながらやってましたね、これは。ただ手札的にもうそれをやるしかないんで。で、まあこれで折らせるわけにはいかないんでね。まちゃちゃ。どうしようかなって感じっすよね、本当に。これどうしたんだっけな。そうか。ここはポイズン。もう学んだんでね。ここは次のエリポにポイズン出ないけど、ポイズン。こ
ここですね。ここでケツペッカをするんですよ。エリアドは取られてて、ここで相手は後ろから三重子を出すか、またはエリポンをもう一個置くが、正しい動きなんですけど、ここでケツペッカをして、ため攻撃するんですね。で、相手は大型呪文なしで穴掘りしかいないので、後ろにユニットつけまくっちゃえば、マジャチャとかにも穴掘り飛ばせないんですよ。なんで、とりあえず、これマジャチャで二重子も貫いていって、逆サイはほぼ後でどうにかしようみたいな。よいしょ。こうやってユニット固めることによって逆サイおられるけど、こうやってマジャチャ守れるんですよね。で、こうやってペッカの前に両翼つけて、もう相手はどうしようもできないみたいな状態を作るんですよ。で、これでポイズン。これでもう簡単に、今めっちゃ簡単に一本打ったじゃないですか。一本先におられても、こういうなんだろう、大型呪文ないシリーズのデッキには、ケツペッカの後ろにもうユニットをつけまくるだけで1本折れちゃうんですよ。なんで、逆サイがどうだろうな。まあ、マルチでなんですけど、5、600とか800とか、なんだろう、もう1000以下になったら俺は、捨てる覚悟で、1本は捨てる覚悟でケツペッカですね。しゃーなし。本当は 1-0 で勝ちたい。本当は 1-0 で勝ちたいんですよ。それに関しては間違いない。で、ここ。ちゃんと、二重子が歩いてきてから、タルババを当てたつもりなんですけど、当たってないんですよ、タルババが。マジで最悪だったな。これで、この二重子に全部持ってかれて、ほら、ザッピーも全部倒されるんですよ、これで。で、はい、はい、つって。もう、これ悲しい。あのタルババの一個のミスで、俺が全部持ってかれちゃったんで、まあ、ちょっと修行が足んないかなって感じですね。これは GG。とりあえず、ケツペッカの、タイミングと、重要な感じをね、伝えたかった。ラストは、まあ、三重子今解説したんで、どうしようかな。どっち見たいんだろう、ゴレとロイジャイどっち見たい。でも、今はロイジャイが多いと思うんで、こっちかな。まあ、ゴレだったら、言うてロイジャイの方が多分、ちょっと多くて、だるいと思うんですよね。相手トレネファイボでいい感じにメタっていうかライトニングよりは相性が悪いんで、多分そっちの方がちょっと接戦のねリップを見せられるかなと。で、速攻でポイズンですね。もうこれいかに早く打てるかみたいな、迷うだけ相手のアドになっちゃうんで、この時点でもう1アドぐらいになってるんですよね。これが悲しい、非常に悲しい。私はすごい後ろから間違えたと。まあ、最初はゆっくりですね。ゆっくり切りまくって、なんか相手の空をね、こうやってファイブを打たしていって、ザッピーとか全部固め出ししていって、相手のね、空をなくすみたいな、そういう動きが大事ですね。強い。ザッピーが強い。ザッピーがね、強い。本当に。で、これで相手ファイブを切ったし、ポイズン持ってるし、もうロイフグで余裕じゃねみたいな感じで、墓石にポイズン打って、はい。はい、余裕。はい、余裕と。はい、余裕と。もうベビドラ来るけど、ここでめちゃくちゃ時間稼ぎして、だいたいトルネでキング起動するエリもないんで、ここでぶっ潰していきますね。ああ。それで、こいつは食らいたくないんで、と思ったけど、まあ相手はね、これ絶対ギリギリ出してるって分かったんで、もうユニットぶっぱで守ります。これね、タルババも遅かったんですよね、判断が。アイスウィズを倒すためにもっと早くぶっ転がした方がよかったですね。やべ、喉が痛い。ちょっと。はい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 と。で、これで、また投げると。投げないんかい。そうだ、アイスウィズとかベビドラがいるから、ここで投げてもしゃあないんですよね。なんか、ファイボ持ってなくても、アイスウィズ、ベビドラトレネ持ってたら、そんなんだろう。ユニットだけで、なんならファイボで完封された方がまだ今であるんですけど、ユニットで、俺のロイフグがね、完封されるんですよね。ユニットで完封されると何が起こるかって、カウンターが来るんですよ。えげつないほどのカウンターが来て、ここマジャジャ2発入れていく。これもね、美味しいですね。で、ザピマルを出していき、ここにファイブを打たせたい。打たせたい。相手は打ちたいけど、打ったらロイフが止まんないけど、打つしかないと。いう感じで、ここで俺はロイフをぶん投げると。まあ、ゴースで受けてから、ちゃんとね、
呪文がないんで保険に保険を重ねていって、ここでロイフかな。はい、相手はファイブなくて墓石しかないからポイズン打てばいいと。まあ相手はね、陸受けもいなかったんでね、 GG ですね。ってことで、まあこれロイジャイと、まあ3本解説していったんですけど、このペッカデッキは何ぞやって、このですね、めちゃくちゃ強いクランの BO、 なんだっけな、これだ、この人7000プレイヤーなんですけど、この人が使ってた、もう一個アカウントあるんですよね、この人、これかデッキ変わってるわ。この人が使ってたペッカで、で7000プレイヤーが使うペッカってことは、つまりは強いってことなんですよ。俺も人のデッキを、もうめちゃくちゃ今シーズンもデッキちょっと迷ってて、ね、でこのデッキでめちゃくちゃぶち抜いていったんで、もうちょっとね、俺いけんじゃねえかなみたいな感じなんでね、まあ今シーズンは7000から1勝を目標にやっていきたいと思います。ということで、今日はこの辺でお疲れ様でした。バイバーイ。